信用。信用は太平洋戦争、大東亜戦争で日本海軍が開発、使用した特攻兵器、小型特攻ボート。構造が簡単で大量生産された。信用は日本海軍が太平洋戦争中盤以降に開発、実戦投入した特攻兵器。小型のベニヤ板製モーターボートの船内停止部に策略を搭載し、 登乗員が乗り込んで操縦して、目標艦艇に体当たり攻撃を行する。信用の名称は、特攻部長、大森千太郎少将が、明治維新の先命を取って命名したもの。一区名称は、金物、丸四金物、艇丸四艇。信用は、1944年、昭和19年5月27日に試作一号艇が完成し、 8月28日に兵器として採用された。10月下旬の早1号作戦、レーテ沖海戦に投入された、神風特別攻撃隊より、半年以上前に、本特攻兵器の開発は完了していたことを意味する。信用と共に運用された陸軍の攻撃艇マルレに、ついては4式肉迫攻撃艇を参照。日本軍は4式肉迫攻撃艇、マルレとマル4、信用を合わせ、 丸八と呼称した。新洋の二人乗りのタイプには、機銃1から2丁が搭載され、指揮官邸として使用された。戦争末期は、敵艦船の重座増加に伴い、これを破壊し到達するために2発のロケット弾が搭載された。1943年、昭和18年、黒島亀戸連合艦隊主席参謀は、軍令部に対しモーターボートに爆薬を装備して、 敵艦に撃突させる方法はないかと語っていた。この後の1944年、昭和19年4月4日、黒島亀戸軍令部二部部長は、作戦上急速実現を要望する兵力と題した提案の中で、装甲爆破艇、信用の開発を主張した。この発案は、軍令部内で検討された後、海軍省へ、各種緊急実験が要望された。 完成本部において4兵器として他の特攻兵器と共に担当主務部を定め特殊緊急実験が行われた。以上の経緯から完成本部第4部が主務となり設計を開始した。船体は量産を考慮し木製とし、エンジンにはトヨタの4トン積トラックの自動車エンジンを設計を強化した上で採用、速力は最低20ノット以上、30ノットを目指した。 爆走については、横須賀海軍交渉による実験の結果、3 0 0ラムの爆薬であれば、水上爆発でも、喫水戦火に約3メートルの波行を生じ、小船クラスであれば撃沈できるとの結果が出たが、新洋の小型船体では3 0 0ラムの爆薬の搭載は無理であり、作薬量を2 5 0ラムに減らした上で、直ちに試作にかかった。試作艇は、 木造艇5隻と極薄港藩艇2隻が作られ、船体は魚雷艇の船型を基礎とし、V 型船底を持つものであった。これらは5月27日の海軍記念日に試作1号艇が完成した。直ちに試験が開始されたが、大破性が不足していることが判明、停止を改良した。この他は初期の性能を発揮した。8月28日、海軍は、 丸四艇を兵器として正式に採用した。信用はこの際に与えられた名称で、またこの時点の艇が一型艇である。この直後、二人乗りの五型艇も開発され、生産された。さらにロケット推進式の六型艇ベニヤ製、七型艇金属製、魚雷日本装備の八型艇が開発されていたが、これらは実用に至らなかった。信用は、 特攻艇として開発されたが設計の初期からダリン固定装置を搭載しており、搭乗員は航空救命胴衣を着て船外後方に脱出できるようにもなっていた。武装は1型艇で 250kg の爆薬のほか、12cm、粉身砲2機を搭載していた。また5型艇はこれに 13mm 機銃1丁を追加し、さらに一部に無線電話装置が装備された。 設計時から量産を考慮して設計されたため、製造が比較的良いであり、民間軍事工場でも生産された。月間生産数は終戦までに150から700隻、総生産数は終戦時までに各方合わせて6197隻である。設計主務部員班長を務めた牧野茂は、信用は技術的に見て軽量高性能であり、 満足できる設計だったと述べている。1944年6月25日の時点で、すでに、新用は、量産を開始していた。大本営は、都市号作戦に合わせて、新用隊の編成を急いだ。陸軍にも、新用と同種のマルレが存在したため密接な、協調をとった。新用とマルレは合わせて、マルルチと呼称されることになる。8月8日までに、 海軍と陸軍との間で運用に関する中央協定が結ばれた。大森千太郎によれば心配だったのは信用登場員の志願者が集まるかという点であったが思ったより多かったため安心したという。訓練においては主に長崎県大村湾の水雷学校分校と鹿児島県校の裏の2カ所で育成が行われた。8月16日 最初の登場員50名が卒業した。8月末には300名が卒業している。その後は、毎月400名が卒業した。8月16日の検討会では、草加龍之助中将と、井上成美中将が生還の可能性も考えて、欲しいと意見するが、最終的にそういった措置が取られることはなかった。は、8月28日付で、信用として、 与内三政海軍大臣より認可、兵器として正式採用された。信用部隊の戦時編成は行われず、海軍省は、信用を官邸ではなく兵器扱いの形で部隊へ供給した。信用は、陸軍海上挺止戦隊のマルレと共に、フィリピン、沖縄諸島、日本本土の太平洋岸に配備された。台湾や南西諸島を担当する第10方面軍では、マルレ、 陸軍四式肉迫攻撃艇と丸四、海軍、信用を合わせた海上艇新機周作戦を丸の中にカタカナの葉と呼称した。1945年昭和20年初頭のルソン島の戦いではフィリピンのルソン島をリンガエワンに上陸してきた米軍を迎撃し、幾く枠下の戦果を挙げてはいる。沖縄戦にも実戦投入された。 アメリカの資料によると終戦まで連合国の艦船の存在は4隻だった。防衛司令官の直轄扱いではなく攻撃の有無、正否、戦果などが部隊ごとの記録となった。実戦では部隊ごと全滅してしまうことが多かったことから特に実戦投入に関する実情は不明なところが多い。従って現行の文献では米軍の記録した 水上特攻戦火に対し、信用、マルレどもに配備された地域では、日本軍側の戦火報告記録がない場合、混乱ので消失もしくは部隊ごと消滅した場合、マルレもしくは、信用によるものとされることが非常に多い。日本本土決戦時には、入り江の奥の洞窟などから出撃することが計画され、日本各地の沿岸に基地が作られた。 長崎県川田に訓練基地跡が残る。終戦後の1945年8月16日、高知県で第128信用隊に出撃命令が下され、準備中に爆発事故が起こり111名が死亡した。戦後、その現場には信用隊巡国慰霊等が建設された。終戦の玉音放送後に出撃命令が出されたが、これは、 司令部の少佐が、配下の部隊に独断で命令したため、第132信用隊長、渡辺国を注意は、それは、少佐殿個人の考えですかそれとも、司令の命令ですか司令の命令ならともかく何の連絡も受けていませんので今日のところはお引き取りくださいと言い出撃せず、隊員らにも無駄事にするな。その力を新日本再建のために、 最大限努力するのが唯一の道ではないかと悟した。同様のことは第134新洋隊長、半ン達也注意も言った。彼らが暴走しなかったのは、慶応大学卒の一般大学出身で、軍隊以外の社会を知っていたからと言われ、隊員のその後の面倒も見ている。新洋は国内及び海外拠点各地に海上輸送により配備されたが、 海上輸送船の途絶に伴い、敵潜水艦、航空機による移動中の被害が多かった。また出撃できぬまま陸船に巻き込まれるケースも多く、こうした部隊は予期した形で実戦に参加しないうちに、支援要員も含めてほとんどが戦死した。終戦時には、本土決戦に対する備えとして4000隻近くが実戦配備についていた。 オーストラリア・キャンベラの戦争記念博物館にほぼ当時のままの実物が一定保存されている。国内では、チラン特攻平和会館、鹿児島県に戦後、海没処分された、帝の復元帝が展示されている。また、安国神社の優秀館や川棚町郷土資料館、長崎県に復製帝が展示されている。搭乗員は他の特殊兵器から転出となった。 搭乗員のほか、学徒兵、海軍飛行予科練習生出身者を中心とした。彼らは、期待がないために余剰となった、航空隊員だった。信用の戦死者は2,500人以上である。元搭乗員である有名人に、島落としを、小説家、第18信用隊を率いて、かけろマ島に駐屯するも、出撃前に終戦。当時の状況は、 中東中に知り合った大平美穂、後の妻との王瀬を描く、島の果て特攻隊員として出撃を待つ、出発はついに訪れず等に詳しい、伝秀夫、社会民主党の元参議院議員、三島都市を、裁判島出身のハワイアン歌手、和田博史とマヒナスターズなどでボーカルとしても活躍が存在する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。